仕込み1、2022年投稿、こちらの指導男女に対する苦情が多い、またその方法もいくつかあり、方法1、指導の根拠となった生活方法を質問する、方法2、福祉課に苦情を言いに来る、方法3、不服申し立てを行って来る、方法4、福祉オンブズマンに相談するなどなど、正直、ここまでの熱意を持って、計画的、積極的に動けるのであれば、普通に働けるのではないかと思ってしまう。お疲れ様です。社畜ジャパンです。 今日は生活保護ケースワーカーの働き方の口コミを紹介します。口コミ22021年投稿不正受給がたくさんいる見つかっていないだけで一番嫌な仕事は不動産屋のクレームこれが本当にだるい不動産屋はケースワーカーのことを親族が何かと勘違いしているくらいだるい家賃払うように言えようってそれそちらの仕事誤解がないように言うけど生活を立ち直すべく頑張っている人も多いそういう人には丁寧に接しているつもり 口コミ32021年投稿ケースワーカーは個人の感情で仕事を行ってはならないでも外注化が非常に難しい仕事でもあるなぜなら外注した場合は数字のみが判断材料となってしまい本当に必要な人へ福祉が行き渡らないから誰かが責任を持って判断する必要がありそのジャッジはやはりケースワーカーしかありえない福祉事務所は相手を脅して保護を受けさせないつもりだという人もいるがそこは責任を持って判断している口コミ42022年投稿 自分の責任ではありませんが、前任のミスを発見したらすぐに対処することが大事です。母子加算や児童手当、扶養手当や育成手当の認定誤り、年金の認定額誤り、障害手帳の等級誤りによる加算の付け間違え、少しの間違いでもクレームにつながりかねず、早め早めに対処することが大事。口コミ5 2022年投稿 生活保護受給者に風呂なし物件はお勧めできない。風呂なしだと家賃が安く、他の費用に充てることができ、お得とも考えられます。でも、まず近場の銭湯に行くお金が非常に高いし、毎日その銭湯が潰れたらどうなりますかあとは就労の場合、不潔であることは大きなマイナス。生活保護受給者は自分の自由意志で引っ越しができないため、そこは慎重に選んでほしい。口コミ62022年投稿。 新卒で役所に入りました。そして配属先は生活保護担当課ケースワーカー。結論は本当に地獄。まず残業。そして切れて椅子を蹴ったり暴言をまき散らすおじいさん、おばあさん、ニートっぽい人。それにもかかわらず、とにかく激務でかつ発球。花形部署ではなく、ただの市民からのストレスの吐き口になる部署です。口コミ7、引用厚生労働省を心の声、ケースワーカーの仕事をして10年が経ちます。 問題を抱えて困っているご家庭を訪問し、生活の相談に乗る。大変やりがいのある仕事です。ただ他の人より多くのケースを受け持ち、所内で一番忙しくなるまで仕事を抱え込んでしまいました。その結果、メンタルを病んでしまい病気療養、燃えつき症候群に陥り、睡眠薬が手放せなくなりました。自分の仕事で受け持つ家庭の生活が改善することは自慢ですが、私自身無理をしすぎました。口コミ82022年投稿 生活福祉法だと、ケースワーカー一人につき80世帯。ただ現実は100世帯を超えることもよくある。福祉事務所では忙しさのあまりベテランから新人へのノウハウの引き継ぎも困難であり、新人は常に混乱している。フットワークの軽い新人は、フル株たちが移動したがらない難しい職種や問題のある部署、通勤に不便な遠隔地などに空きがあると配属されがち。ケースワーカーはやりがいのある大事な仕事です。ですが、大変な仕事であることは間違いありません。口コミ、9。 2022年投稿。ケースワーカーは変則勤務です。自治体にもよりますので一概に言えませんが、非常識な時間以外でしたらいくらでも訪問します。土日は交代勤務で福祉事務所に詰めている職員がいます。また公務員は17時退社というイメージがあるかもしれませんが、ケースワーカーは窓口が17時に閉まる。その後各種事務処理をする必要があるので残業が必須となります。口コミ10。10ケースワーカーの50代男性職員、セクハラで懲戒処分。 自身が担当していた地区で生活保護を受給していた女性にプライベートで会うことを要求札幌市はこの男性を停職2か月の懲戒処分としました勤務時間外に使用の携帯電話からショートメッセージで何度もプライベートでの面会を求めたそうです何度も食事に誘うなどの公私混同の不適切行為がありましたなおこの職員は胃がん退職しています口コミ112022年投稿同僚は幽霊みたいに暗い顔をしています 同じ公務員でも教師や警官、消防士、自衛隊はブラックですがそれでも自分から死亡して働いていますただケースワーカーは人事異動で知識も経験もないのにいきなり80から100世帯を担当させられますそして担当している世帯の人生とも関わりながら毎月保護員の変更の対応をしなければなりません激務だと言われているのはケースワーカーが担当する世帯数が多すぎることが原因です口コミ12 2022年投稿ケースワーカーの業務では怒られたり怒鳴られたりすることって本当に多いです震災用でケースワーカーになった人や他の部署から移動してきた職員なんて怒鳴られ慣れていませんでも冷静に考えるとケースワーカーは受給の判断を行う立場です極端な言い方をすれば生殺与奪の剣を握った神様のような存在そんな人を怒鳴り散らすということは正常な判断ができていない人であるという可能性もあります口コミ132022年投稿 地方公務員として働いているものですが4月の人事で生活保護のケースワーカー担当になりました新卒で普通の大学を出た私がなぜケースワーカーなのかさっぱりわからずただ呆然としています生活保護者の中には単身の男性や精神障害の方もおられるのでしょうそのような家に若い女が一人で訪問するなんて危険じゃないのでしょうか偏見かもしれませんが犯罪に巻き込まれるのではという不安を私自身も両親も感じています口コミ14 2019年投稿汚い家に訪問する際に辛いと感じる人が多いゴミ屋敷やペットの踏んだらけの家を訪問しないといけないこともあり特に潔癖症の人には辛いちなみに私はそういう家を訪問するときは土足で上がらせてもらうよと土足で上がっていましたそんな家に靴を脱いで上がるなんて何があるかわからないから危険です役所内の仕事をホワイトというのであればこの仕事は汚れですよね口コミ152022年投稿 福祉とは全く関係ない学部卒だったのに、新卒でいきなりケースワーカーとして配属。女性の同僚からスカートは着てくるな、服装は地味にと忠告された。他にも労働社会の地区を担当する場合はスーツにネクタイは反発を買うのでだめ、などなど。スーツを着ないと失格な本庁勤務とは違う気の使い方が必要となる。万一の危険を避けるため、女性は肌を露出ない服装にした方がいい。口コミ162022年投稿。 身の危険というよりもストレスをすごく感じる仕事。一人暮らしのお取り締理りを多く受け持つため、孤独死の第一発見者に何度かなった。人柄のいいケースさんだったので、ショックも大きかった。ただ、大変な職種であるがために、ケースワーカー同士の連携が深く、職場の中の雰囲気は良好。事務所内の人間関係に本当に救われた。口コミ17。2022年投稿地方公務員でケースワークの仕事をしています。私の少ない経験上ですが、数点アドバイスを残します。 問題は一人で抱え込まずに同僚や上司と共有する。どんなことでも記録として残す。問題ケースの面接の際には上司に立ち会ってもらう。ケースに対しては感情移入しないこと。事務的な対応にはならないようにすること。講師はきちんと分けること。保健センターや病院などとの連携は密に取ること。口コミ18。2022年投稿。相談が必須なので愚痴を聞かされることも多く、例えば、苦労してきた人の身の上話。 成功から一転、破産した人の苦労話や過去の栄光。あんたたちはいいよね、と嫌味を言われる。苦労もなく大学を出た坊ちゃん嬢ちゃんに生活苦などわからないと突っ跳ねられる。家族の悩みを聞かされる、などなどあ。それは世間のせいではなく、ご自身に原因があるのではと思っていても、反論できないのでストレスがたまる。口コミ、19。2022年投稿、ケースワーカーは難しい仕事で、福祉のみならず、社会情勢、常識にも精通している必要があります。 常に勉強が必要であり総じて理解力が低い相手が分かりやすく納得できるような説明力が必要ですまた問題ケースがいたら振り回されるし事務処理量は膨大で年々厚生労働省や県の監査は厳しくなる一方ノイローゼから退職する人が後を絶ちません口コミ20これで最後です2018年投稿、生活保護を受けています今年の担当のケースワーカーは夕食時の6時半過ぎに家庭訪問に来ました 今までのケースワーカーはせいぜい遅くとも四時に訪問していたのにこれはおかしいと思いますいくら公務員でも市民に対する家庭訪問を五時過ぎにするなんて迷惑だと思いませんかこのケースワーカーのしていることは市民に迷惑をかけるコンプライアンス違反だと思います以上が生活保護ケースワーカーの働き方の口コミでした皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください はい。本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんにお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひぜひこちらをクリックしていただいてチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。では、さようなら。